僕が社長になった理由を教えます。1ヶ月米を売り歩こう。そこから抜け出すために自分に2つのことを誓いました。はい、こんにちは、杉田です。僕が24歳で社長になった理由を教えます。まず、18歳で工業高校を卒業して名古屋に就職しました。名古屋でどういったお仕事されてたんですか？建設業をしてました。そして名古屋で遊んで仕事して一生名古屋で暮らすのかなと思ってました。そんな時に父から電話がかかってきました。その内容は、会社が苦しいんだ。それを聞き悩みましたけど大分へ帰ることに決めました。大分へ帰ったら工事代金未払いのまま取引先の会社が倒産をしました。金額にして1000万円。そして先代の社長である父、そして兄、そして僕、3人でがむしゃらになって働きました。そんな時に、働いてた僕と兄の給料1ヶ月なんと3万円。とにかくその当時はお金が欲しかった。それが全てでした。そんな矢先、兄が亡くなりました。そして兄に期待していた親父が酒に溺れていきました。依然僕の給料は3万円、そして父のお酒代が5万円。とにかくお金がその当時欲しかったんで、うちに売れるものはないかと、何か商売ができないかなと思った時に、うちは農家をやってました。そして米を作ってました。そうだ、米があるじゃないかと、米を売り歩こう、そう思って米を集めて大分県内の飲食店さんに次々と売りさばいていきました。その総売上額150万円。その150万円を自分一人で使いたかったんですが、やはり会社も苦しいということで会社の方に入れることになりました。しかしあっという間にその150万円なくなりました。返済とか、いろんなものに使ったんでしょうね。とにかくすぐなくなりました。そして24歳の時、ここでまた悲劇、父が亡くなりました。こうして僕は24歳で社長になりました。眩しい。当時の給料は月額7万円、本当にやばいと思いましたね。だって代表取締役の給料が月7万円ってやってられるかってんだよ。そんな思いで毎日過ごしてました。だから僕はそこから抜け出すために自分に2つのことを誓いました。1つ目は、朝5時に起き6時から仕事をし、夜の10時まで仕事をする。2つ目は、3年間飲みに出ない。この2つのことを誓いました。とにかく3年間僕はがむしゃらに突っ走ったんですよ。そして年商が10倍になったんですよ。それから僕は家も建てました。アウディにも乗ることができました。結婚もしました。頑張ればそういったことができるって証明できました。これが僕のストーリーです。ここまで聞いてくれた皆さん、本当にありがとうございました。なんで僕がこの配信をしようと思ったかというと、今やっぱりコロナで大変な人いっぱいいると思います。うちも被害がゼロではありません。いろんな方面から被害を一緒のように受けてます。そういった方たちが少しでもこれを見て元気を取り戻してくれればなと思っております。僕は今の状況かなり苦しい時もありますけれども、あの時の25
4歳からの3年間、その3年間を比べると今の状況なんてそんなに大変じゃありません。いつも、まあ、これから一生僕はあの3年間を忘れずに生きていけるんじゃないかなと思います、まあ、視聴者の皆さんもぜひこのコロナに打ち勝って、そして笑って過ごせる日々をみんなで取り戻しましょう。本当に今日はご清聴ありがとうございました。解体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 解